ちは。思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は先生の理不尽な対応に子供が話し合いを拒むときはという話をしていきたいと思います。私はですね、もともと公立の中学校で教師をしていました。現在は思春期の子育てアドバイザーとして年間3000組ぐらいの親子の勉強や子育てをサポートしております。でですね、最近はありがたいことに、PTA の、連合団体とか公立の小中学校、そういったところから依頼をいただいて、実際に講演を行ったり、そんな活動もさせていただいております。でですね、こういった活動をしていると日々たくさんのお父さんお母さんたちから相談が来ます。本日は、先生の理不尽な対応ですね、こちらに対する相談が一件来ました。まずはね、相談内容を読んでいきたいと思います。部活のきつさや指導者のひどい暴言で傷つき学校へ行けなくなりました。過去の相談事例で学校任せにせず謝罪の機会を作ってもらうとの回答はとても参考になりました。しかし本人は指導者に会うのも嫌とのことです。部活を辞めることも考えましたが、本人は続けたい気持ちがあります。部活を続けることを考えたら、一度きちんと保護者も同席し謝罪の機会を作ってもらい和解できればいいと思うのですが、本人が望んでいないのでそのままでいいのか悩んでいます。このような相談をいただきました。過去の動画ね、僕の過去の YouTube の動画を見ていただくと分かると思うんですが、実際ですね、トラブルが起きた時はまず先生と話し合いをするってことが大事なんですね。でそれをしようと思ったけど子供が望んでいない、今回はそんなようなね、相談になります。じゃあこういった時に親としてどういった対応をしていったらいいのか、そこはね、学校の先生とトラブルが起きた時の対応方法も含めてもう一度詳しくお話ししていきたいと思います。もしこの動画を見てるあなたのお子さんが、学校でいろいろトラブルがあってですね、今学校になかなか行けなくなってるとか、今後どのように対応していったらいいかよくわからなかったとしたら、本日の動画、きっと参考になるかと思います。はい、まず最初にですね、復習、先生が理不尽な対応をした時という話をしていきたいと思います。過去のね、動画に詳しくお話はねしているんですけど、簡単に要点だけお話ししておくと、先生がね、すごく理不尽な対応をされた時、この時どのような対応をしていったらいいかというと、話し合いをすることが大事なんですね。学校の先生、保護者、あとは、子供、あとは少し上役の先生ですね、いわゆる教頭とか学年主任とか、そういった先生とちょっとしたね、話し合いの場を作って、で本当にその先生が理不尽な対応をしたのか、いわゆる事実確認ですね、事実確認と、もし本当にしてたんだったら実際そこでちゃんと子供に謝罪をしてもらう、そして二度とそういったことが起こらないように、約束を作って、それがちゃんと実行されているかをその上役の先生、教頭先生、学年主任の先生にきちんとチェックしてもらう、こういったところまで、親がしっかりね、約束させるってところまでやらないといけません。でそのためにはですね、子供に、今お母さんをね、こういう風にしようと思ってるんだけど、一回先生に話してみてもいいって話をねしないといけないんですね。いきなり親が勝手に進めてしまうと、子供はですね、そんなことお母さんやらなくてもいいのにっていう風にね言って逆に反発することがあるので、きちんと子供から許可を得てから今の対応を進めていくってことがすごく、大事になります。はい、次に子供が話し合いを拒むときはという話をしていきたいと思います。今回の相談者のように、じゃあ実際にね、それを進めようと思ったら子供が話し合いを拒むケースって結構あるんですね。でこういった時どうするかというと、もうこれはですね、親だけで進めればいいです。どういうことか、お子さんにですね、まずこう言ってください。もうお母さんはもう本当に今ね、すごくムカついてると、だから絶対この先生には、今のままほっとくことはできないから、一回それが本当かどうかをちょっと事実確認も含めて一回学校に話し合いに行きたいと。でこれはもうあなたを守るためでもあるから学校に行ってもいいって感じで、ちょっと強い思いをね伝えてみてください。そうするとね、お子さんの中の7、8割ぐらいはおそらく、私は行きたくないけどお母さんが勝手に行くんだったらいいよみたいなね、そんな感じに言ってくれると思います。子供が嫌がってる場合はね、子供には親が勝手に行っちゃったみたいなね、そんな感じでね、やっていいよっていう話をしとけばね、子供としてもそんなリスクがないかなと思います。で、それで子供からね、間接的に許可を取ったら、実際に先生に連絡してですね、例えば、その加害者の先生と、保護者、あとは、
教頭か学年主任といった上役ですね、その3人で話し合いの場を作ります。でこれ作ったら、まあ、ここまではね子供にねちょっとそのお母さん本当に怒ってるみたいな言い方をした方がいいと思うんですけど、その話し合いの場ではそんな別に怒った姿勢でいかない方がいいですね。むしろもしかしたらね子供側にもやっぱり非がある可能性ってあるんですよ。なので、本当に先生にちょっと冷静になんでそうなったのかっていうのを聞いた方がいいと思います。で冷静に聞いて、仮に子供側にやっぱり、ね、非があったんだったらそれはやっぱ親が謝らないといけないと思いますし、でもやっぱ先生側にも非があったんだったらそれは謝罪をしてもらわないといけません。なので、まあ子供にはきちんとねそう言って、お母さん怒ってるって伝え方をして、でも先生には冷静に対応する、こういったね、少し、すみ分けが大事かなと思います。はい、次に一人の意見で先生を変えるのは無理という話をしていきます。今言った流れでですね、こう進めていけば、基本的にはですね先生にもし非があった場合ですね、これは対応方法を変えてくれると思います。で対応方法を変えてくれるんですが、例えばじゃあ部活の場合、部活の場合一人の保護者の意見で対応を変えるっていうのはやっぱりなかなか難しいです。例えばじゃあ先生がですよ、毎週土日両方1日練習を入れてるとしましょう。でそれに対して子供が不満を持っていて、ちょっとこれはやりすぎなんじゃないかってことでね、で先生にちょっとクレームを言ってきてほしいみたいなことをね親に言ったとしましょう。でこの時に、他のクラブ生、まあ、他の チームメイトはみんな1日練習をね2日間やることを望んでいたとして、でお子さんだけが望んでいないとしましょう。そしたらこれはやっぱりね、いわゆる最大多数の最大幸福っていう考え方に基づいてですね、みんなの意見がやっぱ尊重されるんですよ。なのでこれを、部活の方針を変えるっていうのは難しいです。ただ、例えば部員の中のね7割8割ぐらいの子がこの先生のやり方は間違ってるとかね、ここを変えてほしいっていうそういった思いがあるんだったら、やっぱ先生側がね方針を変えるべきだと思うんですね。なのでこういう時はきちんと、他の同じ意見を持っている保護者の方が集まって、その先生にちょっと一度、ちょっとみんなこういうふうに思っているので対応を変えてくださいっていうような言い方をしないといけないかと思います。やっぱりあくまでもね、これはまあ部活にしろ担任の先生のね、指導方針にしろ何でもそうなんですけど、やっぱりたくさんのよりたくさんの子どもたちにとって幸せになる方針、これがやっぱり一番ベストな方針だと思うんですね。なのでそれにやっぱり当てはまるのであればきちんと対応を求める。ただお子さんの独りよがりであればこれは無理に対応を求めるんじゃなくて、今度は子ども側が変わる。例えば今回のケースで言うんだったら、部活を辞めてクラブチームに行くのか、もしくは自分に合った部活にまた変えていくのか、そういった自分側が変わるってこともやっぱ子どもにきちんと伝えないといけないかと思います。はい、本日の内容を聞いてですね、ちょっと道端先生ここは違うんじゃないですかっていった批判的な意見とか、あとは道端先生この部分ちょっとよくわからなかったのでもう少し詳しく教えてくださいっていったそういった追加の質問、はたまた道端先生こんな動画も作ってほしいです、こんな部分のところで悩んでるんですっていったね、そういった他の動画への要望もしありましたら、ぜひ YouTube のコメント欄の方に書いていただけると嬉しく思います。